にちは。今日は大好きなバスクチーズケーキを取り寄せしました。じゃーん、こちらはブランカチーズケーキになっています。味はなんと栗の味です。栗が好きなのとバスクチーズケーキが好きなので、この時期をとっても楽しみに待ってました。こちらのブランカチーズケーキは以前も YouTube で動画を撮ったことがあるんですけども、大好きなんで毎シーズン新しいのが出たらお取り寄せしております。今から開けて食べていきたいと思います。今日はこのチーズケーキを食べながらまったりお話ししていきたいなと思っております。では早速開けていきたいと思います。じゃーん、じゃ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 ん、じゃーん、ロットナンバー書いてます。0007番、早いですね。そう、私はこれが LINE で友達登録をすれば先行発売っていうのをできるようになっていまして、こちらが発売するのを待っておりました。なので多分7番目です。早い嬉しい。開けていきます。わー、すごい美味しそう。もうね、焦げ目がちょうどいい感じです。じゃあ早速開けていきたいと思います。きっと断面は栗がたっぷり入っているのかなと期待しています。わあ、美味しそう。いろいろバスクチーズケーキを取り寄せしたんですけども、このブランカチーズケーキが一番好きです。甘さとか歯ごたえ、食感、あと濃厚さ、そしてクリーム感ですかね。一番好みのバスクチーズケーキです。バスクチーズケーキ結構ゆるいとことか水分多いとことかもあって、開けた瞬間こうビチャーってなるとこもあるんですけども、ここはこういった心配なくて、本当あのずっしりした感じで、解凍した後しばらくこういう食感で楽しめます。もう本当ね、一番好きだったんで心待ちにしてました。じゃあ切っていきたいと思います。真ん中で、あー、すごいずっしりしてる。あー、すごい栗の断面が、入ってる、幸せ。栗好きです。秋になるとモンブランを食べに行ったり、モンブラン買って、家でも食べるんですけども、今回は栗のチーズケーキをお取り寄せしました。さらにこちらを、せっかくなんで半分にしようかな。4分の1カット今日食べたいなと思います。じゃあこちらをまずさらに切っていきます。じゃん、よいしょ。じゃあ器に盛り付けます。いただきます。うん、おいしい。ちょっと栗の部分食べます。めっちゃくちゃチーズと栗合います。今までブランカチーズケーキいろんなパターンがあったんですけども、抹茶とかね、でも栗が一番チーズには合うと思います。もちろんね、チーズだけでも美味しいんですけど、なんかこういう季節感のあるものって考えたら、チーズと栗めちゃくちゃ合いますね。で、ちょっとブランデー効いてるんで、そんなにきつくないんですけど、大人の味ですね。でも全然お酒苦手でも大丈夫ですよ。美味しい。またチーズが濃厚でずっしりして、この栗のこう重厚感と合う気がします。秋ですね。コーヒーも
入れました。コーヒーは、今日はブルーボトルコーヒー飲みで入れております。マグカップはカフェキツネのマグカップです。これは表参道にあるカフェです。今日何話そうかな、最近見てる YouTube の話しようかな。寝る前に結構 YouTube 見てるんですけども、もうラジオみたいな感じで聞いてる YouTube があります。私が今ハマってるのはウケツさんの YouTube。 ウケツさんって男の人がやってるのか女の人がやってるのか、全然わかんないんですけども、こういう白いお面かぶって声がちょっと声を変えてて、で結構ミステリーな感じなんですよ。面白いんですけど、やっぱミステリー要素が結構あって、世にも奇妙な話好きですか？世にも奇妙な物語みたいなミステリーを、個人で作ってるっていう感じですかね。なんか最近47分の動画上がったんですけど、それが短編の映画みたいな感じでとっても面白いんですよ。で全然ね、お金とかかかってない、経費かかってない、もう予算もすごい少ない映画みたいな感じです。でもクオリティとても高くてめちゃめちゃ気に入って、寝る前全部見終わりました。過去の動画もねずっと見たんですけど、やっぱりそのたくさん人数で、たくさん作ってるもんじゃないので、アップの頻度がね少ないんですよ。1ヶ月に1回とか、それこそ、2週間に1回みたいな、多分完成したらアップっていう頻度だと思うんですけど、ウケツさんめちゃくちゃ面白いんで、よかったらぜひぜひ見てください。すごいセンスある方だと思います。この方の、現在の登録者数は45万人なんですけども、不動産ミステリー変な家という動画があって、これが現在で888万回再生してる超ヒットしてる動画があります。それが本になったそう でこの間たまたま、マッサージを家に、呼んでマッサージ受けたんですけども、その女性の方も、私がこれ YouTube 流しましたら、その本買いましたって言ってて、ああここに45万登録者数の一人がいるなと思いながら、そのウケツさんの話で盛り上がりました。めちゃくちゃ面白いんで、よかったらぜひ見てください。ああいうのってなかなかないですね。無料で公開されてる動画でこんなの 見えるんだと思うと結構ね嬉しいです。すごいクオリティ高いですね。あと他に私が見てる YouTube は、私ゲームが好きで、デッドバイデイライトっていう、洋物のホラーゲームやってます。ホラーゲームって言っても全然怖くなくて、もうなんかネタみたいなゲームなんですよもう殺人キラーっていうのを追いかけられて4人脱出する、まあかくれんぼみたいな感じですね。でそれで脱出するんですけど、捕まると肉フックって言ってこう吊り下げられてギャーとかっていうシーンがあってYouTube でゲーム系の動画を見られたことがある方でしたら、1回ぐらい見た方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、そのゲームが好きで、でそれはそもそも最初にお手本で見てた動画があります。それはおとじゃっていう人の動画見ていて、でそこで最初始める前に、あこんな感じのゲームなんだっていうのを見てました。その後私がドハマりした YouTuber がいたんですよ。それがアッサリショコっていう方が好きで、その人がデッドバイデイライトのねゲームめちゃくちゃうまくて、ずっとその人の配信を追ってました。この方はもともと北海道の方みたいなんですけども、なんかすごいねこう真面目ですね。で真面目で結構ねこう配信に対して、毎日ちゃんとアップしてるし、でそれをなんかこういろんなのやったんですよ。クリスマスに一人でケーキ食べる動画とか、私服公開する動画とか、そういうのも全部見てました。結構ね登録者数が増えた時になんか泣きながらゲームしたりとか結構ねなんかね優しい感じの人なのかなと思いながら見てました。でその次に私がハマったのが今なんですけど、ベルクラさんっていう人の動画見てます。この方もデッドバイデイライト大好きで、毎日アップされてる方です。めちゃくちゃうまいです。であっさりショコがなんか自分の弟みたいな設定だとしたら、ベルクラさんはなんかねおじさんですね声がちょっとねおじさんで、多分年齢私とあんま変わんないと思うんですけども、
そのベルクラさんは、好きな映画の話をしながらホラーゲームやってる方です。めちゃくちゃうまい、面白いです、うん、最初なんかベルクラさんちょっとあんまりかな、ちょっと気持ち悪いなってちょっと思った時代がありました。なんかね、フェンミンっていう女の子のとか、女の子のキャラいるんですけど、お尻見てお尻がいいって言った時にゾワッとしてってなったんですけど、なんか一周回ってあ面白いなって最近思ってくるようになりました。オープニングすごい変えてる方なんで、あーこれ気合入ってるなと思って、でもまったりやってるんでお風呂入りながら見たりとか、デッドバイデイトって夜繋がりにくいんですよ。その間にそれをマッチするところを暇なんで5分とか10分かかっちゃう時あるんで、そういう YouTube 見て始まるとマッチしてゲームしてます。だいたいゲーム配信に見てるのは最近は、まあ、ベルクラさんとショコさんを見てます。あと美容系の YouTube だと最近コラボさせてもらったスミレーションさんの YouTube、ためになるのでとてもおすすめです。やっぱり美容のドクターがやってるのってこう実践してて、そして、自分で実際現場で見られてる話だと思うので、すごく信憑性も高いですし、いい情報がたくさん詰まってるなと思って見てます。もっとね、美容系の方とお話ししたいなって最近すごく思います、うん、まあそのドクターもそうですけど、あとメイクしてる方とか、まあ、YouTube 上げてる方とお話ししたいなって結構思ってます。うん、皆さんおすすめの方いらっしゃいますか？美容系 YouTuber めちゃくちゃいっぱいいるんですよ、うん、例えばスキンケアとかで、あとメイク動画で、メイクなんとかしてみましたって方、メイクもいっぱいあって、メイクを自分にする方と新しい新商品をどんどん紹介する方もいますし、うん、あとね、やっぱ Vlog 私好きなんで、 Vlog っぽくこう自然に生活の中でそのメイクしてるとこ撮ったりとか、メイクってむちゃくちゃパターンあるので、うん、誰かおすすめの方がいらっしゃって教えてください。コメント欄に書いてください。あと私が Vlog で結構いいなと思って見てるのは、葵のっていう方の女の子の YouTube 見てます。関西弁なんですけど、もともと私関西いたんで、すごい懐かしいなと思いながら聞いてます。年齢何歳かな、25、6ぐらいかな、結構若い女性の方です。なんか1週間コーデとか、あとバッグの中身の紹介とか、あとゲットレディーウィズミーとかね、結構撮ってる方なんですよ。動画も参考させてもらってます。あと葵野さん、なんかうちの会社の近くにで見かけたって、うちのジムの女の子が言ってました。いいなーって思ったんですけど、私あんまり外出ないんで全然見かけないです。でも近くの私がよく行ってるカフェにいたそうなので、ばったり会えたらいいなって思ってます。うん、世界観が好きですね、明るいし。だからそういうなんか Vlog と美容半々でやってる方の YouTube はちょこちょこ見ています。私ももっとね Vlog 撮りたいんですけど、なんか旅ができないんでね、思ってる動画撮れないんですよね。旅ができるようになったらどんどん旅動画撮っていきたいなって思います。うん、これで美味しい、うん、これ単体でも美味しい、うん、うん、ちょっとブランデーなんでしますね、うん、うん、美味しい、繊細はい、ということで今回はまったりクリーンなバスクチーズケーキを食べながら、ここ最近見ている YouTuber さんについてお話ししました。皆さんもおすすめの YouTuber の方、美容系、あと Vlog 系の方がいらっしゃったら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。それではまた。